中継です。千葉県いすみ市に昨日から取材を続けている社会部の山内さんがいます。山内さん、現在の状況を伝えてください。はい、こちらいすみ市内に来ているんですけども、私たちは午前中から取材を続けていまして、今また風が非常に強くなってきています。後ろには台東漁港があるんですけども、私たちはそこから高い場所に移動して安全な場所からお伝えしています。今カメラが振った先にあるのが台東海水浴場なんですけども、非常に木が大きく揺れていて、また海には白波が大変多く立っています。非常に荒れた海となっています。また右手にカメラを振っていただくと、私たちの後ろにあった台東漁港があるんですけども、船が多くの船が停泊しているのが分かります。さらに沖に進むにつれて波の高さというのが高くなってきていまして、温帯低気圧になってもなお強い風が吹いているのが分かります。現在いすみ市内には波浪警報も出ていて、影響がまだまだ続いています。別の漁港でレストランを経営されている男性に話を聞いたところ、台風がそれて一安心だったとされる一方で、今日は臨時休業にするしかなかったと声を落とされていました。まだまだ影響が広がっています。